どうも、ゼログのヘアシュボールです。本日は、エッグカット動画を、撮っていきたいと思うんですけど、まあ、ご覧になって分かる通り、今までエッグカットっていうのは結構真上から、なかなか撮れなくて、まあ、結構カメラに寄ってもらって撮ってもらったりしたんですけど、まあ、こういうふうに、まあ、今回スライダーアームとか、まあ、三脚とかを新調して、まあ、より真上から、エッグカットの様子を撮って、より見やすいような、まあ、映像としてのクオリティも上げていきたいということで、まあ、ちょっとスライダーアームを使って今日から撮影していきたいと思ってます。まあ、今多分画面出してもらってると思うんですけど、まあ、こういうふうに真上から撮ることによって、まあ、だいぶ見やすくなるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、今回、着るクラッチは、パステルエンチのメスに、まあ、2本3本かけたんですけど、結果的に、まあ、バナナエンチの、いや、保険でかけたバナナエンチのオスがかかってたんで、まあ、シンプルな有性モルフ同士のコンボで、まあ、まあ、言うなればちょっとほのぼの系の、まあ、ほのぼのクラッチになるんですけど、機材を、新しく導入したので、まあ、今回はそのほのぼのクラッチをエッグカットしていきたいと思います。で、まあ、一本だけ先にも出てきちゃってて、それがま、この個体ですね。まあ、モルグで言うとパステルバナナエンチです。でも、なかなか綺麗個体なんじゃないかなと思ってます。頭の抜けがパステルですね。で、まあ、体のパターンと、色で、まあ、パステルバナナエンチかなという感じです。で、この個体が一本先出てきてて、まあ、残り、まだ5ラン残ってるんで、その残ってる5ランを着ていきたいと思います。では早速1段目から切っていきたいと思います。まあ、この卵はもうすでに見て分かる通り少し頭出しちゃってて中身もまあ見えちゃったんで、もうモルフ分かってるんですけど、まあ、一応切りたいと思います。これは、まあ、シングルのエンチですね。少しちょっと、まあ、だいぶ見えやすいかなと思うんですけど、もう少し切ってみます。シングルのエンチですね。まあ、リデュースの感じと、まあ、この色ですね。まあ、シングルのエンチかなと思います。頭も今ちょっと出してくれてるというか、見えたんですけど。まあ、完全にシングルのエンチですね。結構前よりはだいぶ見やすくなってるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと今回この機材使うの初めてなんで、よかったらちょっとこの見え方というか、その感想をコメントにいただけましたら嬉しいです。まあ、見てる感じ結構前よりは、見えやすいんじゃないかなと思ってるんですけど、シングルのエンチですね。結構綺麗個体じゃないかなと思います。結構色明るいですね。なんで2段目が、まあ、シングルのエンチですね。では続いて3段目切っていきたいと思います。バナナですね。バナナと、まあ、見た感じはこれもパステルバナナエンチっぽいですね。まあ、バナナとエンチ、バナナエンチはもう確定で色的に結構薄いんで、頭見ないと分かんないですけど、まあ、ほぼパステルバナナエンチかなと思います。もうこの段階で結構がっつりバンド入ってるんで、まあ、エンチ入ってますよね。で、まあ、バナナ色で間違いなくバナナで、まあ、おそらくパステルバナナエンチかなと思います。まあ、これも出てくるまでまだちょっと確定的ではないんですけど、まあ、パステルバナナエンチかなと思います。では続いて4段目のエッグカットしていきたいと思います。もう少しちょっと内圧があるんで若干切りにくいんですけど、バナナですね。これはさっきよりも色が濃くて、もしかしたら、スーパーエンチバナナだったらいいなという感じですね。うん、色かなり濃いですね。もしかしたらスーパーエンチバナナかなと思います。結構オレンジ濃いんで、うん、パターンも結構かっこいいですね。リデュースで、まあ、バナナエンチは確定で、もしかしたらスーパーエンチバナナかなという感じです。続いて、5段目のエッグカットしていきたいと思います。これもバナナですね。これもエンチっぽいパターンではあるんですけど、今のところはバナナで、もしかしたらバナナエンチかなという感じです。では最後の6番目の卵を切りたいと思います。最後もバナナですね。これはもうアイライン完全に太いんで、もうバナナエンチはほぼ確定ですね。
これもでも色的に見えますかね。多分バナナ、パステルバナナインチじゃないかなと思ってるんですけど、多分パステルバナナインチです。頭しっかり抜けててアイライン太くて、かもしくはパステルスーパーインチバナナかもって感じですね。結構バンデットが、距離があるリデュースというかね、バンデットとバンデットの距離が離れてるんで、もしかしたら、スーパーインチパステルバナナかなという感じです。まあ、こんな感じで、今回はちょっといつもと違う感じでこうエグカット撮ってみたんですけど、まあ、今回はその冒頭でも申し上げた通り、まあ、新しい機材導入したりとか、撮り方変えてみたりとかしたんで、もしよかったらなんかこう例えば、こういう風に撮ったらもっと、楽しくなるんじゃないかとか、まあ、こういう映像見たいとか、あったらこうコメントいただけると幸いです。まあ、今後もこういうエグカットももちろん含め、まあ、もっと楽しくなるような、見てて、ためになるような面白い、感じてもらえるようなコンテンツにしていきたいと思っているんで、もし意見とか、なんかねこういう風にしてほしいとかあったらコメントいただけますと幸いです。こんな感じで本日は、パステルインチの、卵をエグカットしてみました。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。